ですね、今、黒鯛を2枚に、おろしましたね。ということで、こちらを今度3枚に、おろしたいと思います。まあ、コツとしましては、こういう形で切るときにね、こちらの骨にこう沿ってね、包丁をこう入れていくというふうにやっていくと、うまく取れると思います。はい、こちらでですね、今、3枚に黒鯛をおろすことができました。